皆さんこんにちは、豊田真帆です。私は今芦田トエさんの展示会にやってまいりました。今日ですね、撮影も OK だし、いろいろ着させていただけるということで楽しみにしていてください。では行ってみよう。すごい素敵なジャケットだなっていう、イタリアのアーティストのキャンバスをこう切り裂いた絵っていうのがすごく有名な人なんですけど、それにちょっとインスピレーション、素敵。なんかこれぐらいばっくり履いてるドレスって多いけれど、これぐらいこうなんかチラ見せみたいなの色っぽいですよね。セクシーですよね、イブニングとかそういうのが。この柄物もね、なんかこちらはこちらイブニングとかわードレス系が、あとここにメンズが、メンズも素敵なんですよね。メンズもみんなレディースが着られるものがたくさんあって、サイズを小さくしてレディースも着られるようにしてあります。のりちゃん登場。また YouTube 撮ってる。毎回のりちゃんと一緒に着てます。こちらはメンズです。で、ちょっと試着してみたいと思います。なんかね、かわいいワンピース、これ着てみます。かかってないですね。のりちゃんも着ようよ。かわいい。このワンピースいかがでしょうか。素敵。かわいい。これがベルトもついてかわいい。似合うね。なんか、いいね。これなんて言うんだろう、これ花柄レース。あ、すごい細かく間が全部レースだよ、ね。凝った生地だね。すごい凝った生地が透け感があって、そう、いいね。わかるかな。なんか前も開けて着れるね。ウォーキングしているのを撮ってるのを撮っているトヨタです。なるほど。パンツでーす。ちょっとたっぷり。ここね、ちょうどね、スパンコールがキラ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 。このストライプは全部スパンコールなんです。綺麗です。ちょっとワイドパンツね。これがね、織りなんですよ。ちゃんと織ってある刺繍なんです。アカウントしました。のりちゃんが試着して、これデニムかと思いきやスカートでございます。面白いね。面白い面白いよ。面白いよね。立ってるみたいな。遠目で見たらね、立ってる人。面白い。上もまた素敵。かわいい。ね。バンダナ柄の。ね。これどんな生地？そう、なんかね、デニムのような、でもちょっと柔らかくて。本当薄手なんだけど。軽い。素敵。面白い。この組み合わせですね。かわいい。これさっきのりちゃんが着てる。こんなラインが入って、これゴムですごい着やすい。また爽やかでございます。はい、爽やかスポーティーな感じ。はい、肌も何気にかけ隠れて可愛いですよ。日本のすごいストレッチ。あ、日本の貝原。岡山デニムだ。すごい素敵。さすがのデザインです。面白い。似合っちゃう。
何か、今回のコンセプトだとか。コンセプト何がテーマで、私のコレクションは今回は解放っていうのがテーマなんですけど、もう今ってやっぱりジェンダーの解放とか、美容の解放とか、体の解放ってあるじゃないですか。なんか割とこう着心地のいいものを着るっていう、なんかそういう意味でなんかいろんな意味での解放、リリースっていう。本当にいつもの通りに素材が素晴らしくて、もう全部レースが入って、そうですね、なんかね、その辺は結構、いや、ね、あ、そうですか、全部、こちらも、リングのジャガードで、はい、これを着て、ピンクじゃなくて、こういうの。夏物の素材としてはちょっと珍しいかもしれないですね。夏って大体プリントにして、はい、あの、全部メイドインジャパンでした。そうですね、ジョガメコの素材。ワンピース着てびっくりしたデザインの妙というか。そうですか。すごい。確かこれを軽くてね。フェアリーなんだけれども、ちょっとこう、手が今っぽくて。でも上品で、すごい、やっぱり大さんの、ありがとうございます、素晴らしい才能と思いました。ありがとうございます。今回も素晴らしいし、また次もすごい楽しみだし、でもね、なんか今回ちょっとね、いろいろやりすぎ、やり尽くしちゃったから次どうしようかまたどこかでこう吸収、本当そうですよね。やっぱりですか、縦にどこかで吸収とか、いろんなものもね、吸収とかしたいですけどね、なかなか。どんな風に次のインスパイアされるっていうの、もうなんかこれっていう一つじゃないんですよね。なんかこういろいろ日常、本当にちょっとしたこととか、もう例えばいろんな方とお話ししてるときにちょっとインスピレーションとか、もうなんか本当にいろんなことのが集まって形になっていくっていう感じなので、本当だったらね、こう優雅に旅をしてなんかそういう時間もあればいいんですけど、タイさんのイメージからすると優雅な旅で楽な旅行ってきましたみたいな感じで、本当多分そんなことしたことないです大忙しだと思うから、もう秒単位みたいな生活だと、秒単位ではないけど、でもこの春夏コレクションから秋冬コレクションって間が短いんですよ、はい、ファッションのカレンダーって5ヶ月7ヶ月のカレンダーなので、こっから秋冬コレクションから5ヶ月しかなくて、それで秋冬のものも作るのが大変なので、あとピースモードで本当に短いターンでやらなきゃいけないので、こっから先は結構落ちなじですね。頑張ってくださいありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。またもいろいろお召し上がってみてください。ありがとうございます。さて、芦田太さんの展示会いかがでしたでしょうか。素敵なお洋服がいっぱいでしたよね。この回が面白いと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。じゃあまたねー。